今回も詩人にまつわる単語を見ていきます。詩人を意味するドミヌスの語源は家を意味するドムやデムから出ているんですね。だから英語でドームというと丸天井の建物を指していて、これはもともと南ヨーロッパ風の建物から出てきたものなわけです。アングロサクソン系、つまりゲルマン系ではロード、つまりパンを守る人やレディ、つまりパンをこねる人など、支配と食べ物が結びついているのに対して、南ヨーロッパのラテン系の言葉では住むところ、建物と結びついているんですね。南ヨーロッパは土地が比較的豊かだったので、食べ物より土地を持っている人が支配者のイメージと結びつき、食べ物の不足した北の方は食べ物を分けてくれる人が支配者と結びつきやすかったんだと考えられます。この家を意味するドム・デムの D 音が T 音に入れ替わって、ティンバーは材木の意味になります。家を建てる材料なわけです。次にテイムは鳴らすですが、要するに獣を人間の家に慣れさせるというわけです。なのでテイムアニマルは家畜を指すんですね。その中でも野生に帰ることがほとんど考えられない人間の家族の一員となったものをドメスティックアニマルと言い、これが通常の家畜のイメージを表しています。さて最後に主人を表すドミヌス関係の言葉を一気に見ていきましょう。まず左上のドミニオンですが、主人の支配権のうち特に土地の所有権を意味する単語で、文字通り土地所有権を指します。さらに一歩進んで領土も指して、ザ・ドミニオンといえば大英帝国の領土であるカナダを指します。似たような単語にドメインがありますが、個人所有地・私有地という意味からさらに応用して専門領域という意味も持ちます。次にデンジャーですが、これも実はドミヌスから来ていて、そもそもは主の権力を指すドミニアリウムがなまったもののようです。つまり主の権力は領民を生かすも殺すも勝手にできたので、領民からするととても危険だったということです。次に一緒にを意味するコンがついたコンドミニアムですが、これはもともと共同統治を意味する単語でした。朝鮮の日露共同統治はロッソジャパニーズコンドミニアムインコリアというように使っていたわけです。それがアメリカで60年代頃から分譲マンションを指すようになりました。共同で所有権を持つということですね。ラストはドミニアですが、これは動詞で威張り散らすという意味になります。今回は以上です。